ょっともう一回食べてるものをちょっと、うん、もう一回教えて、ハムスターのでしょ、はい、この間お持ちしたあの飯が入った飯ね、はい、あのドライの、はい、ちょっと乾燥させたハムスター用、動物用の豆腐を、電解線ゼリー、野菜をブロッコリーでキャベツとか酵母で慎重に、これ食べてることが分かんないんですけど、今この辺りコーン、あれも小動物用のコーンですね、はい、言えばさ、はい、色の濃い野菜、はい、緑の色の濃い野菜はさ、はい、カルシウムですよね。あえて言えば、はい、だけど筋肉とかそういうこと考えるとさ、ブロッコリーとか人参とかさ食べてくれた方がいいですよね、で、まあ、あのほうれん草とか、まあ、小松菜とかは、まあ、やってないと思うんですけど、一度もあげたくない、その辺はまあちょっとやめておきましょう、はい、だから今やってるのは全然 OK です、ブロッコリーもキャベツも、人参ももし食べるのでやってもらって、人参も食べます、はい、あ、で、あの生の方がいいでしょうか、茹でた方がいいですか、まあそれはどちらでも、生で食べれば生でもいいし、茹でた方が人参なんかはまあ身が出るから、まあ、あのそっちの方が結構食べるかもしれない、それはちょっとやってみないと分かんないですね、そう、あの野菜でよくお勧めしてるのがさ、人参、ブロッコリー、かぼちゃ、椎茸、椎茸に、うん、これは話したことなかったですっけ、この辺の野菜ってさ、はい、野菜とはいうもののアミノ酸が入ってるんですよ、はい、それもこんな辺、この4つの野菜に入ってるアミノ酸ってさ、 BCAA、 まあもうちょっと言うとバリン、ロイシン、イソロイシン、これってですね、普通アミノ酸って肝臓で代謝してタンパク質を作るんですけど、この BCAA は筋肉で代謝してる、筋肉で、それで筋肉を作ってくれる、だからどうしてもさ、年齢がもうこの子深夜に入ってるでしょ、1年半過ぎて筋肉落ちてっちゃうからさ、だからちょっと筋肉を作るような野菜がちょろっとだけあると、だからブロッコリーいいんですよ、はい、椎茸も、うん、食べるんだ、うん、そう、どっちか食べる方、はい、あ、だからちょっとね、1グラムぐらいですよ、こんなんやってもね、それぐらいをちょっと入れて、ある日にどれかを、どれかの食材、かぼちゃなんてやったらもしかしたらすごい食べるかもしれないですよ、かぼちゃは、あの若い時よく食べてました、食べてました、うん、あとピーナッツとアーモンド、それもいいです、アーモンドでしょ、はい、OK ですよ、だから今聞いた中ではダメなやつないんだけどね、うん、まあ、水分取らせるしかないな、あとはペットショップで最初買った時に、吸水ボトルに乳酸菌とビタミンを入れる液体を、はいはいはい、あれもいいですね、あれペーパーテストは、あ、ね、まあ、いいです、すいません、脂肪が多いものですよね、はい、やっといてほしいですね、はい、まあ、じゃあまだこれこの水分を取らせてほしいね、わかりました、これないと多分もっとさ濃くなっちゃうから、さわしく、あ、そうするとあれが合体しちゃう、もしくは今すごい細かい顕微鏡400倍で見てこんなちっちゃいやつだけだからさ、はい、でもそれがくっついてっちゃうと石になっちゃう、あ、そう、でそのためにはそうなんですよ、水分を取る、
あとまあ無理で取らせるためにほんのちょっと塩分を足すっていうのもあるけど、まあ心臓のことがあるからさ、この心臓好きじゃないですか、はい、だから塩分足して飲水量を増やすのはちょっとこの子には良くないなと思うから、うん、まあ以前言われて粉末状の、 あの動物用のポカリセットみたいなのは準備はしてるんですけど、いつでも購入できるように。あ、本当？それもやっていいですよ。ポカリ、動物用のポカリセットみたいなのがあるんですか？そんなのあるの？ええ、ちょっと後で味見してからあげようかなと思ったんですけど、うん、まだあげたことはないです。本当？一応その時のために準備しておこうかな。あげたってください。じゃあせっかくあるなら、はい、うん、もしくは流動食の中にちょろっと入れてもいいですね、電解質を。ああ。ね、カルシウムってさ、カルシウム系のやつって、うん、ちょっと今日おしっこの pH とか見てないからだけど、pH がさ、普通酸性の時にできるんですよ。だけどこの間の時もさ、カルシウム系が出たけど8なの、はい、8ほどは高い、ちょっとアルカリなの、はい、で、だいたいハムスター、正常は7、中性なんだけど、でも実際問題ね、ハムスターのおしっこ検査するとさ、大抵の子は8とか 8.5 なんですよ。7の子なんて見たことないよ、ほとんど。ほんでそんな中酸カルシウムってさ、6の時に出てくるやつだからさ、まあ6の時も確かにありますよ。この時は6、この時は7、結構その時によってpH違うんでね、この時は6、まあ、そうやって思うと8だとさ、中酸カルシウムはできにくいはずなんですけどね。でも出てる、うん、出てる、結構出てましたよね。最近なんかちょっと減ったような気がしたけど、そうですね、中酸カルシウム系、カルシウム系の結晶はちょっと増えてるかなと思いましたけど、はい、じゃ あのまたお薬出しておきますんで、うん、じゃあその動物用ポカリもちょっと与えると試してみてください、はい、それからこの辺の野菜ももし食べるのがあったら足してってください。椎茸以外は過去に試したことあります。あ、本当？じゃあ、はい、どれかを一つやるといいですね。1日1回では、はい、はい、とにかく筋肉を、まあ、今体重が維持されてるからいいんですけどね、はい、はい、じゃあ、ね、そこでは続きはいいですね。はい、じゃあこちらまたちょっと流動食と注射器も、あ、注射器、はい、2本欲しいです。注射器は3でやってるんですね。3ですね、はい、3の欲しいですね。それと注射器が2本ですね、はい、で、あれパウダーね、はい、はい、わかりました、はい、じゃあ、用意しますね。はい、すみません。